今日はね、もう暑いんだけども、これから秋つか来年収穫の玉ねぎをね、栽培したいなと思って、まあ、自家用のね、売る、まあ、余ればね、売るけれども、まあ、栽培したいなと思って、苗も自分から作ろうと思って、種買ってきました。貯蔵向き玉ねぎ、新絹なごみ、っていうやつ、まあ、貯蔵向き、日持ちしますよっていうことだと思うけども、こういう風にさ、吊るしておいて、保存ができるっていう品種です。普通のね、F1 品種なんだけど、まあそれでも OK。で、これをね、ここで苗育てるんだけども、ま、ホームセンターとかで見る苗、種屋さんとか種苗屋さんで見る苗って、ネギの状態をね、束ねで売ってるのを見ると思うんだけども、まあ、俺、今回ね、このセルトレイっていうさ、ね、セルになってる、四角くなってる、丸いのもあるけどもね、こういう角角になってて、ここ一個一個に種をまいて、育てて、その土のまんま植えるってやり方をしようと思います。で、この使い方もね、含めてね、やっていきたいと思いますんで、それではやっていきます。でね、育苗用土、この衣装ケース、ゴミに捨てられる予定だった衣装ケースに入れて、その上に今、セルトレを置いてんだけども、これにどんどん入れていこうかなと思います。もう少し大きい方が良かったんだけどもね、仕方ないね、サイズはね。よいしょ。今日は重りもね、32.2 度いったのか、さっき携帯で見たらね、暑い暑い、本当にさ、なんでこんなに暑いんだろうね。俺が生まれた年の温度がね、何度だっけ、30度いったのが4日間だったのよ、一月で、8月がね。でも今年も6日とか7日いってるからさ、明らかに暑くなってんだよね。頭に来るよね、暑くてさ、この作業できなくて暑すぎてね、熱中症で何回か倒れてるからさ。ってなこと言ってる間に一通り入れたんで、これを木で、そんな人もいいのかな、まあ、これでスッと、なんかまあいいものあれば適当にシュッとやっといてください。手でもいいっす、手でも大丈夫。こうやって何の難しい作業でもない、簡単な作業です、誰でもできます。でこれだとまだね、押せば分かるんだけども、土がねいっぱい密になってないです、穴開いちゃって。でこの状態で種まいても、後で水やった時に深くなったりするんで、一回お水をあげて、密度を高めます。そして少し隙間ができたところに種をまいていくと。でこれからね、ちょっと一回 水をあげて落ち着くまでちょっと置いておくっていう作業に入りたいと思います。それでね、これに一つ一つ種をね、これが種ね、ネギの種ってこういう風に黒っぽくてさ、ゴツゴツした小石みたいなんだけども、まあ、こういうのをね、一個一個手で巻いていきます。すごい手間だけども、これでやっていきますね。せっかくセルトレイなんでね、でね、さっきね、あの種まき終わったんだけれども、さっきちょっと説明し忘れたんだけども、ちょっとこの辺、まあ見えぬかな、ちょっと持ってって大丈夫かな、よいしょ、ちょっと見えるかなと思うんだけど、ちょっとね、引っ込んでると思うんだ、土が引っ込んで、これ水をあげたから、さっき水かけたよね、その水をかけたおかげで土がちょっと沈んで、芽が締まってくれた状態なんだけども、この状態が大事だね。この状態に土をまいて、で今からやるのが覆土。覆土した土がここに収まるようにしたくて、こういう風にしましたね。さっきの土をね、土に入ってこうパラパラパラっとこうね、よいしょ、どうしてもこれ邪魔だよね、この粒々。覆、まあ、土した、する土がね、収まるようにこういう風にね、さっき水をかけて、
深くしました。土をね密にして沈めるっていう作業をしたのね。本当は外でこれやりたいんだよね。今撮影のためにね、外暑いからさ、カメラが死んじゃうからちょっとここでやってるけども、外でちょっとこぼれてもいいやって、バラバラ、まあ、いいや、ここでもこぼれていいや、あとで掃除すればいいし、うんね、下コンクリだからさ、あとで掃除すればいいんだから。だんだん暑くてイライラしてきたよ。さっきまた見たらね、 33.6 度になっててさ、最高気温がね、なんだろうね、暑くてね、本当にさ、ここは青森だぞと、本州最北端だぞってね、すごい思うんだけどさ、これあってもいいんだけど、あってもいいんだけども、ちょっと取っとこうかな。でこれでまた水をあげて置いておいて育苗していくという流れになります。で今8月の下旬で、10月頃に植える予定なんで、青森だとそういう予定になってるんで、だいたい1ヶ月と1週間ぐらいかな、うんね、1ヶ月と1週間ぐらい、育苗をして、それから植えるという計画になります。で、冬雪の下にして、そして来年の夏初夏頃に取るっていう手順になります。でこういうふうにね、よいしょ、小さい苗はこうやってセルトレイで育てると管理しやすいかなと。植える時もね、一つならに一粒だから、そういうふうに管理がしやすいんで、使いやすいおすすめな、ね、資材の一つになります。でこれをねちょっと有効活用してやってもらえればなと思います。例えばちっちゃい範囲のお米とかだったらね、使えるんじゃないかな。これもね、鉄腕ダッシュなんかでも今年の放送でこれで苗をね作ってた様子があったと思うんで、そういうふうにも使えるし、例えばトマトとかの苗を作る時でもこれに1個ずつ植えて、その後3号ポットに鉢上げするとか、まあ、3号ポットに最初からやってもいいんだけども、発芽しないこともあるじゃない。これだって発芽しないことあるから、それ発芽したやつだけを上げて育てると。例えば粉に使わないやったら切って使ってもいいし、ね、ここだけ必要だったらここだけ切り取って、ちっちゃく育苗して、あ出たなって、それを鉢上げしていくっていうやり方もできるんで、育苗箱っていう他の手もあるけれども、これ結構ね使い勝手がいいもんで、で値段がちゃんとしてるとこうやって持ってても折り曲がらないんで、結構丈夫なもんなんでね、おすすめです。下に穴が開いてるんで、この辺ね土があまりにもサラサラしてると下からサーって出てっちゃうんで、多少ねその繊維質っていうか、そういう土をね使ってほしいなとは思います。もう本当におすすめですんで使ってみてください。まだね、この玉ねぎが、ね、生育していったらその様子をねちょっとねまた教えてあげたいなと、教えてあげたいって上から目線のいたで俺嫌なんだけども、一緒にね情報共有できたらなと思います。それじゃあまた動画ね作ってみたいと思うんで、これからも続けていくんで、また待っててもらえればなと思います。